の試合でチャンスのシーンの後にもう何回もそのチャンスのハイライトやってて、で試合戻ったらもうゴール前みたいなのマジで嫌。でおなじみレオザフトボールでーす。ね、あ、サラもうシュート打ったけどみたいな、どうやってサラまで来たんだみたいなね、気になりますけど。というわけで始まりましたトークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。いただいたコメントの紹介からまずしていきたいと思います。カリステホさん、気になって調べましたというわけで、調べてみましたというわけで、先日ね、ミリンコビッチサビッチのこのイコール何なんだみたいな話をしていたんですけれども、ありがとうございます。わざわざこれですね、英語表記のハイフンの代わりに、ハイフンだとですね、この横がこうね、あの伸ばし棒とちょっとあの分かりにくくなってしまいますので、イコールを入れてるっていうので、でですね、ファーストネームと名字を区別する目的で、ファーストネームがミリンコビッチサビッチの場合、あのセルゲイなんで、セルゲイ兼ミリンコビッチサビッチって感じで、でミリンコビッチサビッチってこの2つなのはですね、あのスペイン語圏はあの名字をですね、母方と父方のやつ両方つけるらしいんですね。で補足すると、まあそれを訳さないでそのままですね登録してるのか、まああのそのクラブが発表してるからなのか、ミリンコビッチサビッチでそのまま言ってるというわけで、こういうことをね、あの教えてくれるねチャンネルってなかなかないですね。というわけで見てくださってる方のですねコメントの力を使わせていただきまして紹介しました。というわけで、今回はですね、チャンピオンズリーグ、ローマ対リバプール戦を、こうお送りしたいと思います。本当ね、逆転がありえるんじゃないかっていうようなですね、あのローマのディフランチェスコ監督のですね、このなんていうんですか、勝負師の、このね魂を感じた、交代策とかがありまして、すごい面白い試合だったんで分析しがいがありました。まずスタメンこんな感じでした。はい、やっぱりローマ 4-3-3 にしてきましたね。前回の失敗を生かして4バック3トップ、そして3枚の中盤で、サイドでの数的優位をちゃんと使いながらですね、前回の試合のようにですね、ヘンダーソンの前のスペース、フィルミーノの後ろですね、そこを起点にしながら前線にボールを出していくと。でそこを使えないときは、サイドバックの選手がですね起点になって、くさびを入れたりトップにボール入れたり、このね裏にボール入れたりとか、そういったことをしようっていうような、そんなですねローマの攻撃に見えました。でその攻撃から前線の、人選したと思うんですね。エルシャーラウィの方、そのですねアレクサンダーノルドが、裏抜け、このね後ろのスペースを時々、ケアを怠る時があるのと、プラス1対1にですね、まあ強い日もあるんですけれども、1対1でここはですね、勝負になるというふうに思ったと思うんで、エルシャーラウィをね置いたのかなと思いまして、そしてですねシックの方ですね、こちらに関してはですね高いボールを当てて落とすのかなと思いきや、試合中はシックが降りてきてですね、ポストプレーで起点を作って、それによって、ついてきたサイドバックが空けたスペース、ロバートソンが空けたスペースにフロレンツィが上がっていくみたいな動きがよく見られたので、そういった、後方のですねさっき言った、ボランチ前、フォワード後ろのここのスペースを使ったところから、この相手のねリバプールの、弱点を考えて前線の配置をしたのかなっていうふうに、そんな風に思います。でそんな中でサイドに振り分けるだけじゃなくて、トップに高いボールを入れて後ろに反らす、ポストプレーするっていうところで、やっぱりですねあのジェコを一人に対して、ロブレン、ファンダイクっていうですね前に出ていけるロブレンと、空中戦でね、全然負けないファンダイクっていう、この2人がいたのですね、すごく大きかったと思います。ファンダイクの空中戦の効果はですね、そのディフェンスだけではなくてですね、セットプレーでもあの2点目の得点とかはファンダイクが競り合ったところからこぼれてゴールしましたし、そういうですね、その2人の選手が空けたスペースにはきちんとヘンダーソンが戻って埋めたりしてるんですね。なんでその辺のですね守備の連携素晴らしくて、ワイナルドムのスライド守備とか、ミルナのね気の利いたポジショニングから前に出ていく守備とか、それでねあの最初の点奪ってますので、その辺のやっぱり守備組織がしっかりしてて、なおかつですね足りなかったタレントがこうファンダイクによって埋まってる。これによってチャンピオンズリーグ取れたら、そのね放映権とか全部合わせたら100億以上の収益がリバプールには出ますから、ファンダイクのですね獲得は似合ってる額だったっていう風に言っていいっていう風になるのかなとか思いました。で先ほどローマの攻撃ナインゴランのあたりですね、あそこからの起点で始まるっていう風に言ってたんですが、ここにですねまあプレスバックで戻れるのがフィルミーノでして、フィルミーノが戻れる時と戻れない時、戻れない時はそこを使えるんですが、フィルミーノがそこ戻ってくる時にですね、今回も奪われてピンチになりかけたシーンありましたけれども、時はそのサイドバックにボールを振って、なんでですね、その得点が1点目同点ゴールにつながるんですけど、そのシーンご覧ください、こちらです。はい、ここなんですが、そのサイドバックにボールが入った時、この試合ですね、マネのプレスバックが遅いです。基本的にリバプールの試合でも前のプレスはいいんですけども、このサイドバックと連携して挟むみたいな守備を時々サボります。リードしてる時なんかサボる時多いですね。なんでそういったところでもしかしたらスカウティングしてて、この辺でシックがさっき言ったように起点を作って、でサイドバック食いついたところフロレンツィが上がっていけばチャンスになるみたいな、そういったスカウティングしてこういう、攻撃の仕方をリバプールじゃないローマが取ったのかもしれません。プラスですね、
ですね、この状況で、クロスを入れられて、ミルナーのオンゴールになりましたが、そのシーンご覧ください。これ、コマ送りにしてスクショ撮ったんですけど、ミルナー、このね、入ってくる選手、おそらくですね、ペレグリーニなんですけれども、7番なんです。そうですね。この選手を見てですね、ちゃんとこのスペースに入り込まれないように、チラッと見てこのスペースを埋めてたんですね。なんで、ロブレンがですね、クリアしたボールが顔に当たってしまった。なので、頭がいい上に、こう、チームのために働いた上にしてしまったミスなんで、これはですね、ミルナーのためにも言ってあげなきゃなって思って、まあ本当にですね、守備をサボっていたのはマネの方ですし、あそこでね、クリアミスをミルナーに当てなかったらロブレンも良かったのかなっていうふうに思いますし、なんならあそこマネが、サボってなかったらここのサイドバック出ていかなくていいんで、ファンダイクがここで対応してロブレンがここにいることができて、ここのね、中の対応がもっと硬くなっていますので、まあそういったところでですね、いくらリードしてても、サイドからのクロス、精度のいい選手は簡単に上げさせちゃいけない。そのためにはですね、ウィングも守備を基本的にはサボっていけないということと言えるシーンだなというふうに思いまして、ここ紹介しました。で、リバプールに関しては前線の選手高さがありませんし、基本的には裏を狙う、そしてですね、中盤で回収されないようにプレスかけられないように、ロングボールを使うんですけど、裏を狙えない時でもロングボールを使うんですね。で、相手が弾き返したところを予測するようなポジショニングを取ったり、ミッドフィルダーの出足がいいっていう感じなんです。逆にローマなんかは、ジェコが収められないのを仮定してですね、落としたところへのですね、予測するポジショニングだったり出足があんまり良くない。そこの差が結構大きくて、ロングボールを使った時にその次に収められる選手、ウイングが絞ってきたり、インサイドハーフがちゃんとですね、ジェコの近くにサポートに行ってるっていうことがもうちょっとできていたらですね、得点のチャンスは増えたと思います。そして後半修正点としては、リバプールはマネの戻りが早くなりました。そしてですね、狙い通り、アーノルドの方を狙ったエルシャーラビとのですね、1対1。まあ、この試合結構アーノルドの方狙われていましたので、そこでですね、失点してしまって同点になります。で、アレクサンダー・アーノルドと、ジェコの、マッチアップのギャップですね、後半ちょっと狙ってるシーンとかあったんですけど、あれを最初から戦術に組み込むべきだと僕は思います。右サイドからクロスを上げる機会、先ほど言ったように、シックがですね、ポストプレーのような形で受けて、そのシックが空けたスペースにフロレンツィが入って、右サイドバックからクロスみたいな試合ありますから、その時にですね、ジェコがファーに流れることによって、アレクサンダー・アーノルドとのマッチアップになりますね。で、外にいたエルシャーラビが中に入ってきて、まあ、おとり的な感じで引きつけて、大外の、ジェコが落としてもいいですし、そのまま決めてもいいですって感じで。なんで、その辺のですね、ちょっとした攻撃のですね、修正といいますか、ね、このクロスの動き。こういうのをですね、弱点の選手のところに動くように、この変えとくべきだったんじゃないかなって僕は思います。そしてローマ、あと3点必要ですので、中盤のペレグリーニに変えまして、ウンデルを投入します。右のウィングの選手で左利きの選手ですね。その選手を入れることによって、4-4-2 の形を取ることになりました。4-4-2 でダブルボランチが、9コナンとデロッシです。こう画像用意しようとしたらですね、その画像のサイトが普通に 4-3-3 にしてたんで、もうこの口で説明します。なんでですね、この 4-4-2 で、中盤が2枚で、で、両ウィング上がって、4-2-4 の形、この 4-2-4 の2の9コナンとデロッシもこの縦のような感じの、まあ細かく言うと、4-1-1-4 みたいな形になりますね。で、中盤でのパスワークを飛ばして、後ろからですね、縦にボールを入れていくんですけども、長いボールを。これがですね、二つの意図がありまして、これが面白いんですね。単純にジェコとですね、シックの、まあ、高さだったりポストプレーを生かした、プレーをするときはそこにですね、ナインゴランが広ぐっていうような構造で、ナインゴランを前に上げてるんですけれども、それはおとりでですね、2トップに対して2センターバックがついてますから、その選手たちが下がってギャップができると、ここのウィングがこう入ってくと、なんで特にウンデルとかがガンガン入ってきてですね、この2トップはおとりだったのかみたいな、待ち合わせだボルトみたいな感じになって、あそこ1本でも決まってたら違うんじゃないかなっていう風に思うような、そんなですね、下がったら2トップに対して下がってボールを受けて9ゴランもあるし、逆にそこがおとりになって裏も取れるっていうような、そのね、2段構えがすごくいいなという風に思いまして、最初から、追いつくために、これはある時間帯からですね、やり方を変えるために、このディフランチェスコが用意してた、素晴らしい作戦なんじゃないかという風に思いまして、もしかすると今後ね、2個用意するのが3個用意するのが普通になる時代になるかもしれません。そしてですね、中盤広くカバーして攻撃に厚みをつけるためにデロッシに変えてですね、ゴナの投入します。でですね、戻りが遅くなったエルシャーラウィですね、裏にもそんな抜けてませんでしたし、まあそういったところでエルシャーラウィをですね、19歳のアントヌッチに、交代します。まあこれね、相当エルシャーラウィ怒ってね、ディフランチェスコと言い合いみたいにしてましたけども、これなんか勝つためにね、今までの実績よりも今取れるね、ベストの選択肢をね、選んだっていう感じで、なんかディフランチェスコの勝負し強い、勝負しっぽい、ところを感じました。そしてですね、82分、この状況、2トップに対して2センターバックがついてる状況を
変えるためにですね、クラバンを投入してリバプールは 5-3-2 になります。でも 5-3-2 になると、2トップのですね横のスペース、ウィングバックはもうこの状態でなかなか出ていけませんから、なんでそうなってくると、4トップに対して5バックがいて、3枚の中盤2枚の2、フォワードなので、この横のスペースに9ゴランが出てったりとかして、ビルドアップしてより一層ですねリバプールが押し込まれまして、押し込まれたところからマイナスのところで9ゴランがああいうミドルシュートを打てると、これ結構監督によって修正違うなというふうに思いまして、単純に後ろの枚数をね、増やす、クロップ型もいれば、前の選手をフレッシュな選手に入れ替えて、マンチェスターシティみたいに前からプレスをかけることでロングボールの精度を落とさせるみたいな、そういったやり方をするチームもありますので、その辺もねサッカーの楽しいところかなというふうに思います。で、耐えながら前に蹴り出すスタイル、リバプールは5バックで耐えて前に蹴り出す、スタイルになりましたので、そこでですね、前線フィルミーノに変えて、ソランキにしまして、前で空中戦競り合いながら守備もきちんとするって感じになりまして、最終的には、残りの1点を守りきって試合終了っていう感じになりました。なのでこのね両チームの意図も明確でしたし、そこからの修正合戦、対応合戦みたいなところでですね、こう監督のキャラクターもすごく出てて、そこでね、やっぱりあと1点突破のね面を分けるのは、バイエルン・レアル戦と同じようにですねミスとかそういったところになってしまいましたので、あの守備面でもね、あの攻撃で決められないというところでも、やっぱり結局サッカーっていうのはピッチ上の選手がプレーするもの、最後の、このね同じように拮抗してるチームだと最後のそういう差を分けるのは、選手のクオリティっていうになるのかなって僕は思いました。まあそんな感じで今日はですね最後告知がありまして、先日ね週休ホームルーム、いっぱいになったんですけれども、そのですねちょっと前にイベントがありまして、僕呼んでいただきましたゲストで、このサッカー YouTuber5 月31日木曜日レオザフットボールさんトークイベントというわけで、これね正式なタイトルっていうのが何になってるかちょっとわかんないんですけれども、内藤秀明さんというですね FA のコーチングライセンスを持っていて日本に来てですね、帰ってきて、ライターの仕事とかそういうサッカーメディアの仕事をされている方がですね、僕を呼んでくださって、このね高田の馬場の、スポーツバー、セカンドハーフっていうところで、トークライブさせていただくことになりました。こちらですね、下に概要欄もっと見るのところにですね、チケットを予約できるこのイベントがどういうイベントだよっていうのがわかるですね、このサイトを載せておきますので、ぜひともそちらもご覧ください。レオザフットボールでした。ボンバイ。